皆様、アカナミックネットワーク社長の山本でございます。本日は決算説明会にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日はですね、決算説明と、あと中期経営計画も、開示をさせていただいておりますので、両方を混ぜた形で、ご説明をするという形を取らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、画面の共有を、させていただきますが、見えておりますでしょうか。ですかね。はい。ではですね、今回の決算説明会に関しましては、先ほどお話をさせていただいた通り、2021年9月期の決算及び会社説明という資料もお出しをさせていただいておりますが、11月2日にエコノミックビジョン2030という中期計画と、中期経営計画2022から2024というですね、中長期の計画を出させていただいておりますので、こちらの資料を混ぜたような形で、一つ資料としてまとめさせていただいておりますので、こちらの資料でご説明をさせていただきます。各資料の対象表というところで申しますと、画面の右上のところにどちらの資料に書いてあるものなのかというところについては記載をさせていただいておりますので、そちらをご参照いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。まず長期ビジョンの方からお話をさせていただきたいと思います。まず弊社の存在意義というところで、パーパス&バリューというところの開示をさせていただいておりますが、当社はですね、人生を抱きしめるクラウドで、人と社会に貢献することを企業の存在意義としておりまして、今後日本をはじめ世界各国が迎える超高齢社会をクラウドプラットフォームでデジタルトランスフォーメーションすることで、人類がウェルビーイングで持続可能な明るい未来を築くことに貢献するというのが、エコノミックの存在意義であるというところでございますので、これからも社会貢献をしっかりとしていきながらですね、社会の役に立っていくというような企業になっていきたいと思っておりますので、応援いただければと思います。また今回、エコノミックビジョン2030という形で、中計よりも少し先の社会というところに向けて、エコノミックが何をするのかというところを開示をさせていただいておりまして、下に社会の年表を入れさせていただいております。オレンジの丸が日本の状況、青い丸が世界の状況というところで、昨年からパンデミック、コロナによる健康意識というところが変わってきたというところ、また最近マイナンバーの活用が推進され、科学的介護が推進されていく、また介護の DX が行われていくといったようなところでございまして、現時点が今この状況でございます。また近々ですね、日本の高齢化率は30%を突破し、2025年には団塊の世代が全員75歳を超えていきます。また欧米の先進国も高齢化率20%を超え、今はコロナの感染症の亡くなる方というところがたくさん世界中で出ておりますが、もともと非感染性疾患による死亡者数というのが2030年までに世界で5500万人に増加すると言われておりますので、こういった生活習慣病ですとか、そういったところの課題というのが全世界的に起きてきます。2030年には団塊の世代が全員80歳を超え、アジア諸国も高齢化率が15%から20%になってくると、まさに2000年頃の介護保険が始まった日本みたいな状態が、2030年、さまざまな地域で起きてくるというような状況でございます。我々今までフェーズ1、フェーズ2というところで、クラウドサービスで医療、介護、子育てをしっかり支えるというところで、B2B、B2G、自治体、医療法人、介護法人のソリューションをしていくということをずっと繰り返しやってきましたし、これからもそれを続けてまいります。そこにフェーズ2としてプラットフォームサービスの拡大というところが始まっておりまして、 B2B、B2B2C という形でインターネット広告や決済、ウェブ明細ですとか、人材紹介、物販などさまざまなサービスを提供してきましたが、これからもさまざまプラットフォームサービスは拡大していっていきますというところがございます。また現在はフェーズ3、ブランディング期というところに入っておりまして、これからより B2C のサービス、医療、薬局、介護関連サービスですとか、データビジネス、健康寿命延伸事業などに力を入れていきたいと考えておりますので、もっと社会の方々にエコノミックという会社を知っていただきたいというふうに考えております。また今回の中計の外にはなりますが、2025年からはこういったプラットフォーム、クラウド、ブランディングしてきたような B2C のサービスなど含めまして、医療介護 ICT、健康寿命延伸事業で海外展開というところを始めていきたいと考えておりますので、日本の介護で世界の高齢社会を救うということを実現したいと、エコノミックビジョン2030では考えております。経営環境の想定と事業戦略というところに申しますと、1990年頃は、
バブル末期、まあ、大体若者5人で高齢者1人を支えていたんですが、今はですね、もう 1.8 人で1人とか、2060年は 1.2 人で1人を支えるという形で、非常にこう生産人口が減ってきて、人手不足になってまいります。ですので、IoT、ICT、AI の需要というのは今後ますます高まる、生産性を向上するということの期待というところがあるかと思います。また社会保障費もですね、今10兆円の介護市場は 28.7 兆円まで伸びるという試算がございますし、介護職も今211万人のところが280万人必要というところで、非常にこう需要が今後も拡大を続けていきますし、それに対する供給というのの大幅な増加が必要になるんですが、まあ、生産人口の低下、外国人労働者の確保の難しさから、まあ、全てを人手に頼るというような今の状況では難しいというところでございますので、まさにこういった領域のデジタルトランスフォーメーションが必須になってくるというような環境だと理解をしております。また医療介護業界の市場規模は非常に大きいんですが、その中の国内の医療介護システム等のタムサムについて獲得できる全体の市場規模やサービスを提供し得る最大の市場規模というところの数値に関しましては、非常に医療系システム、データヘルス、介護ソフトだけを抜き出してみても非常に大きな市場規模でございますし、現状タムで見ても7400億弱、サムで見ても760億円ぐらいの市場規模でございますけれども、これから2030年に向けてまだまだ伸びていくというところになっていくかと思います。少子高齢化が進展するということで、これからも大きな伸びしろがありますし、先ほどお話しした2030のビジョンにのっとっていきますと、事業領域が拡大した場合には、さらに我々のタムサムというのは増える可能性があるというところだけご理解いただければと思います。では次に21期終わった期のですね、業績概要と中期経営計画2022から2024というところについてお話をさせていただきます。まず21年9月期に関しましては、売上高は昨年比で 110.6%、予算比で 99.1% という形で20億8000万というところで着地をいたしました。営業利益に関しましては、グラフにございますように、昨年比で 128.6%、期初の予想に対して 115.3% という形で着地をさせていただいておりまして、一度、5月7日に情報修正させていただいたんですが、それよりもさらに上で着地をするという形になりましたので、予算に比べて1億円以上増益になったというところで着地をしましたので、堅調に伸びた期なのかなという形で考えております。また営業利益率が通期でも 40% を超えてきたというところで、さらに営業利益率というのは改善を毎年のように繰り返しているというような状況でございます。サービス別というところで申しますと、クラウドが堅調に伸びたところではございまして、113% という伸びでございます。それに対してプラットフォームとその他は少し確認を下回るというところでございましたが、プラットフォームに関しましては、コロナ関連商材のところが少し伸びが止まったというところがございまして、昨年よりも少し落ちたというような着地になっております。その他のところに関しましては、新型コロナウイルスの拡大、感染拡大によって、非常に国の予算というものはコロナ関連に偏っていたというところがございますので、実証事業等がほぼすべて公募等もなくなっておりましたので、そういったところから、大口顧客のカスタマイズ開発などにつきましては、しっかりと受注をしてきたんですけれども、そういった自治体関連、国プロ関連というところがなくなったことによって少し縮んだというところでございます。ただ着地としてはしっかり伸びているというところでございますので、クラウドが堅調に伸びているというような形でございますが、これからもしっかりと成長していきたいというふうに考えておりまして、ずっと増収増益で、上場しているところからもですね、ずっと増収増益で伸びてきておりますけれども、22年9月期に関しましては、売上23億5000万、営業利益が9億3000万、EBITDA も今回から解除させていただいておりますけれども、11億3000万というところで、予算を出させていただいております。この後、中期経営計画で発表している3カ年の業績成長目標というところについてもお話をさせていただきたいと思いますけれども、今期が先ほどお話しした数字になりますが、来期は28億の売上、11億5000万の営業利益、EBITDA が14億、再来期24年9月期は、M&A をした場合というところを想定させていただいておりますけれども、売上が53億、営業利益が17億、EBITDA で21億を目指して、参りたいと思っております。
参考として、M&A がなかった場合の、オーガニックの伸びというところについても、書かせていただいておりますが、それでも、売上33億、営業利益15億で、EBITDA 18億というところを想定を、しております。少し書かせていただいておりますが、実は23年9月期導入予定の大手介護事業様の受注が決まっておりまして、今期22年9月期は、来期に導入するための先行投資をハードウェア、ソフトウェアともに行っていくというところでございますので、少し今期利益の伸びというところに関しては弱い部分があるんですけれども、すでに受注が決まっているところとかがございますので、そちらに向けた準備というふうに考えていただければと思います。また M&A を20年9月期に全部載せていまして、大体売上で20億、営業利益で2億円ぐらいの M&A をするというところで開示をさせていただいているんですが、業績貢献のタイミングというのは想定が困難ですし、いくらで M&A するというところがわからないので、のれん償却も考慮していないという形にはなっておりますけれども、全部まとめてこの3カ年分をまとめて24年9月期に開示をさせていただいておりますが、今期あるか来期あるか再来期あるかというところについては分かりませんので、決して24年9月期にするというような意味で書いているところではございませんので、この3年間の期のどこかでこういった規模の M&A をしていくというような形で今予算を組んでいるというようにご理解をいただければと思います。また KPI であるユーザー数と事業所数のところで関して申しますと、21年9月期非常に伸びまして、東京都全域ですとか、そういったところの地域を取れているというところもございますけれども、無料ユーザーが6万2000人まで伸びてきておりまして、有料のユーザーも8万9000人というところまで来て、トータルで15万2000人というようなユーザー数になりまして、非常にたくさんの方が使っていただけるような状況になってきておりまして、事業所数も3万2000事業所というところを超えてまいりましたので、堅調に伸びてきているというところでございます。また3カ年の 中期経営計画で開示させていただいてます通り、今期15万2000人でしたが、22年9月期が17万5000人、23年9月期が21万5000人、24年9月期が23万8000人という形で、しっかりと成長していきたいというふうに思っておりますし、無料ユーザーも有料ユーザーもしっかり伸びるという形を目指していきたいと思っておりますし、使っていただいている総事業所数に関しましても5万事業所を24年9月期の目標というところで置かせていただいております。もちろん先ほどお話ししたように23年9月期からもう導入する予定の事業者様の受注とかも決まっておりますので、そういったところはしっかりと見えているものは載せた上で、過去トレンド含めて載せておりますので、そういった意味ではすごく予想がですね、トレンドだけで書いてるというわけではなく、実数値も含めて今回開示をさせていただいておりますので、あとは営業努力でこれを超えていけるように頑張っていきたいと考えている次第でございます。また導入地域数に関しましてもしっかりと伸びてきておりまして、21年9月期の末で1241地域に導入をさせていただいておりまして、引き続き東京都多職種連携ポータルサイトの方の運営もしっかりとできているというところでございますので、こういったところをキーとしながら、これからも地域数は伸ばしていきたいと考えております。これからの3カ年というところに関しましても、毎年100地域ぐらいを増やしていくというところを目標にしておりまして、前に少しお話をさせていただいたかもしれませんが、我々としては、日本の津々浦々というよりかは、やっぱり都市圏を中心にカナミックプラットフォームを伸ばしていって、高齢化の課題が大きい都市圏をしっかりと支えていくということが重要だというふうにも思っておりますので、もちろんさまざまなエリアで我々のプラットフォームが使っていただけるようにはしていくというところではございますけれども、しっかり取れている地域の中で利用率をどんどん上げていくというところに我々としてはシフトしていくというように考えておりまして、もちろん地域も増やしていきながら、よりその地域内での利用率を上げていくということをやっていきたいと考えております。また株主還元に関しましては、配当成功 20% 以上基準としておりますけれども、22年9月期に関しましては3円という形で増配を予定をしております。また抽選式の優待というところも引き続き、継続させていただこうと考えております。次に21年9月期にあった事業トピックスというところを、振り返りで入れさせていただいておりまして、まず一番大きかったのは今年の4月に、介護 DX 元年という私は呼ばせていただいておりますけれども、介護報酬の改定がございまして、地域包括ケアシステムの推進、
科学的介護ライフの取り組み、オンライン会議を推進、インカンレスで署名押印を見直す、IoT、ICT の導入で体制要件の緩和というところが入っておりますので、より IT の活用というところが推進されていくというようなところになってきておりまして、我々も非常に商談が増えておりますし、先ほどお話しさせていただいたように、少し時間はかかるような大手様ですけれども、そういったところの受注も堅調に伸びてきているというような形になってきているというところで、こういったところの後押し、介護 DX というところが始まっていくという後押しがあるというような認識でございます。またそういった中でどんどん伸びてくる、上場してくるような大手様も増えてきて、介護は大手様が増えてきておりますので、識学様と協力させていただきながら、内部統制、IT 統制の要と組織づくりの識学という形で業務提携をさせていただいているという発表もさせていただいております。また、ウェブ明細 BPO という形で、請求書領収書発行業務を DX により効率化するというところで、B2B2C のサービスを始めているということもやっております。またコロナ禍の中で非常に健康経営重要だと思っておりますので、我々としては健康経営に前向きに取り組んでいきたいと考えております。2021年もですね、健康経営優良法人2021に選定をされております。また健康都市活動支援機構様と共同で、自治体様向けの地域データヘルスシステムの標準化を目指したシステム開発を開始をしておりまして、電子健康手帳サービス PHR というところで、健康寿命延伸のですね、取り組みというのも始めております。また今年の7月に、資金調達を、上場後初めてやらせていただいておりまして、転換社債20億と、新株予約権30億を、発行させていただいて、おります。こういったところで M&A 資金をしっかりと確保することによって、しっかりと成長に、寄与していきたいというふうに思っておりますので、我々の事業に親和性が高く、我々の事業をさらに伸ばすことができるような M&A というところを目指していきたいと考えております。また9月にも発表させていただいておりますが、来年4月の、市場の変更で、プライムスタンダードグロースに変わるというところに対して、我々の方では適合の、証明書をいただいておりましたので、東証一部からプライムに変わるというところで申請を出させていただいております。ですので、しっかりと、コーポレートガバナンスについても、どんどん強化をしていきたいと考えております。また、子育て関連の AI 評価システムというところで、豊橋市の、地域課題、解決プロジェクトというところで、参画を、させていただくという形になっておりまして、これからかなりですね、いろんな地域で子どもの虐待の問題とか、いろいろニュースでも出ておりますけれども、こういったところを AI を使ってより問題解決していくということをですね、取り組みを開始をしております。次に成長戦略についてもお話をさせていただきたいと思います。中期経営計画でも発表させていただいておりますが、我々は人生を抱きしめるクラウドで人と社会に貢献するための事業コンテンツ、エリア、ツールというところを考えまして、人が生まれてから亡くなるまでの健康状態を管理する PHR を開発して、日本のみならず世界中の人々が利用できるヘルスケアプラットフォームを構築し、個人、法人を問わず全利用者に付加価値を提供していくということを我々は考えております。ですので、今まではどちらかというと 2B、2G の部分の介護期ですとか幼少期の部分の医療介護、子育てに特化した部分を我々としては事業としてメインでやっておりまして、これからもここは伸びていくのでしっかりとやっていきたいと考えておりますけれども、やはり介護状態に入った方をですね、自立まで戻すというのは非常に社会的コストもかかりますし、人的コストもかかるような部分であるというふうに認識をしております。ですので、やはり未病予防、健康寿命延伸期に対する介入というところですとか、アクティブシニア、青年期の方々に対する 2C 向けサービス、またはそういった 2B、2G を支えるようなサービスというものが必須になってくるであろうというふうに考えておりまして、これをカナミックヘルスケアプラットフォームとしてより昇華させていくということを成長戦略として考えておりまして、先ほどお示ししたようなカナミックビジョン2030を実現していくというところに、こういったさまざまなコンテンツを増やしていきたいと考えております。そういった成長を牽引してくれるのが、カナミッククラウドサービスとプラットフォームというところだと思っておりまして、現状でも決済、インターネット広告ですとか、
AI、IoT などのテック、シェアリングエコノミーや物販など、さまざまなサービスを提供しておりますけれども、このプラットフォームをもっともっと拡大させていくということが、成長の一歩だと思っております。また幅を広げるという意味では、絵に描いた餅にならないようにですね、すでにかなりいろんなことを始めていっておりまして、先ほどお話ししたような通信向け事業ですとか、健康寿命延伸事業ですとか、AI ですとか、自治体向け AI ですとか、さまざまそういったことを新しいサービスをリリースしていくことで、事業の幅を広げながら、より活躍する場をですね、増やしていって、人々のヘルスケアを支えたいというところをですね、考えております。またそういった、しっかりとオーガニックグロースしていく中での、プラスアルファとしてマンデーというところについても積極的に考えたいと思っておりまして、当社のマンデー戦略に関しましては、この対象群の、企業群のイメージというところを書かせていただいております。左から、ヘルスケアから、健康ビジネスヘルスケアから右の方に、医療介護子育ての保険サービスというところで、横軸を書かせていただいておりまして、縦軸は IT サービスからリアル店舗までという形で書かせていただいております。我々はこの4エリアに関して、これからも事業展開を増やしていきたいと考えておりまして、現在一番メインとなっておりますのは、右下の医療介護子育て関連の IT サービスというところでございますので、ここの地域包括ケアにおけるシステムですとか、介護のシステムというところがターゲットとして今、メインで稼いでいるところでございます。ただ周辺にはですね、電子カルテシステムですとか薬局、子育て関連、行政関係のシステムというものがございますし、もちろん競合の介護システムもいらっしゃるというところでございますので、こういったところは非常に対象となるようなエリアだと思っておりますし、一番優先度が高いエリアかなというふうに思っております。また最近健康寿命延伸のヘルスケアのところで、左の下のですね、緑のところにありますようなヘルステックの部分というところですとか、そういったところは始めておりますけれども、こういったところのヘルステック、AI、検診、受託など、さまざまなヘルスケア系の IT サービスというものが必要になってくると思っておりますので、こういったところも選出するゾーンだというふうに考えております。また、リアル店舗というところを書かせていただいておりまして、なぜカナミックがリアル店舗をやっていきたいと考えているのかというところでございますが、やはりさまざまな社会的なものをですね、事業を DX していくというところが重要になっていくと考えておりますので、我々は IT 企業としてしっかりとさまざまな事業を DX 化したい。とはいえ、我々がやっている事業エリアの中でという形になっていきますので、右上は医療介護薬局関連サービスというところになりますし、左上は健康寿命延伸サービス、食栄養運動コミュニティのような事業体というところが対象になってくると思っておりまして、基本はこういったところを DX 化していきながら、新しい事業としてより社会貢献度の高い事業にしていきたいというふうに考えております。特に医療介護薬局関連というところに関しましては、介護施設とかを運営するんじゃないかというようなお話をたまにいただくことがあるんですけれども、基本的に介護施設を持ちますということを特に強く考えているわけではございませんで、関連サービスというところでさまざまございますので、そういったところを支えていきたいというふうに考えておりまして、決してカナミッククラウドサービスを使っていただいている介護事業者様のコンペティターにカナミックがなろうとしているわけではないというところに関しては、ご理解をいただきたいなというところではございますけれども、しっかりとこのリアル店舗 IT サービスが融合するような形でソリューション DX 化していきたいというふうに考えているというところでございます。続きまして、今回 ESG の取り組みについても開示をさせていただいております。コーポレートガバナンスコードの改定によりまして、来年4月からのプライム市場に移行する前にですね、我々としても ESG、我々の取り組みというところに関しましては、しっかりと開示をさせていただきたいと考えております。我々としては、超高齢社会を持続可能で、ウェルビーイングな社会にしていきたいというふうに考えておりますので、ESG 経営をですね、推進をしていきたいというふうに考えておりますし、この ESG 経営とカナミックビジョン2020をですね、両方とも実現をしていきたいというふうに考えております。ですので、ESG それぞれに関しまして、E に関しては TCFD の提言に基づく情報開示、S に関しましては SASB スタンダードに基づく情報開示、G に関してはコーポレートガバナンスコードに基づく開示という形で、今回開示をさせていただいております。またそれぞれの取り組みに対しての SDGs のところについても開示をさせていただいております。
まず E のところに関しましては、CFD の提言に基づく情報開示をさせていただいておりますが、我々成長企業になりますので、そういった意味では、少し、この CO2 の排出量というところについては増加傾向というところは、やっぱり人が増えたりですとか、事業所が増えたりですとか、お客様が増えていくことによるデータセンターの電力量というところで、我々のコントロールが効かないところで少し増えるというところについては思っているんですけれども、我々もともと環境破壊をするような事業ではあまりないというところがございますし、我々が提供している IT サービスでお客様の CO2 削減に貢献しておりますので、そういう意味ではこちらの TCFD にはないんですが、そういった側面というのがあるというところについてはアピールをさせていただきたいと思っておりますし、そういった意味では我々の中で見ていただきたい KPI としては GHG 強度であるユーザーあたりの CO2 排出量というところを2030年までに半減していきたいというふうに考えております。ですので、ガバナンス、戦略リスク管理、指標 KPI と目標というところをしっかりと開示をさせていただきながら、これからはですね、そういった領域に対する開示を進めていくということをですね、定期的にやっていきたいと思っております。今回の開示でですね、我々の方の取締役会直属の ESG 推進委員会ですとか、ミッション会議、気候変動関連対策会議などを社内に持ってですね、しっかりとこの環境との共生というところを考えながら、会社を伸ばしていくということを実現していきたいと考えておりますので、よりこういった気候変動リスクとか、そういったところをですね、しっかりと評価していくということをですね、繰り返していきながら、我々としては推進をしていきたいと考えております。またやっぱりエンタープライズリスクマネジメントをしっかりしていくということが重要になっていきますので、このリスクを引き受けて成長性や収益性の向上をしていきながら ESG の課題の解決をしていくということを考えていきたいと考えております。次に S の部分になりますけれども、我々としては IT サービスを提供する会社でございますし、社会貢献度の高い会社だというふうに認識をしておりますので、S の部分が非常にカナミックにとっては一番のアピールポイントなのかなというふうに思っておりますので、こちらも SSB コードに対する現状と中期長期の計画というところを出させていただいておりますし、各情報漏洩ですとかプライバシー、金銭的損失などというところと、サービス中断とか多様性というところについて指標を出させていただいております。特に少し指標から外れる部分ではあるんですけれども、やっぱり我々は超高齢社会をサステナビリティな社会にしていくということに価値があるというふうに思っておりますので、超高齢社会をデジタルトランスフォーメーションすることで、さまざまな社会課題を解決し、サステナビリティな社会を創造していく企業であるというところをご認識いただきたいと思っております。ですので、やっぱり地域包括ケアを支えるというところが一番重要になってくるかと思いますし、介護業界の DX の推進、また健康寿命延伸を目指した PHR、EHR、そして健康づくり、こういった4つのところに力を入れていくということが、我々の S の価値なのかなというふうに考えております。またすでにそれぞれ様々なことをやっておりますので、しっかり開示に対するリンクもつけておりますので、こちら開示資料から見ていただければと存じます。特にやはりこの先ほどお話ししたような介護 DX 元年だというところで書かせていただいておりますけれども、やはりこの IT の活用を推進する、評価する方針が国の方からも出ておりますので、当社のクラウドサービスで介護 DX の推進によりまして、超高齢社会の課題解決に貢献していくということが、我々が社会に対する責任を果たせる部分なのかなというふうに考えております。また介護は非常にたくさんの紙を使っている業界でございますので、例えば請求書領収書の発行業務を DX により効率化していくというところでですね、ウェブ明細を導入するですとか、非常にこう煩雑な郵送のところを代行するですとか、そういったところでですね、人件費ですとか事務作業の大幅の削減、ペーパーレス化、介護現場の業務負荷を軽減するということをやっていくことによって社会貢献ができるというふうに考えております。またデータセキュリティについては非常に重要な部分でございます。医療介護業界において個人情報漏洩とか、そういったことが発生するということは非常に大きなリスクがあるというところで、我々としてはプライバシーマークをしっかりとって、そういった運用をしていくということで、第三者の公的認証を取ったりとしておりますし、情報セキュリティ対策に関しましては、もちろん暗号化やもちろんですけれども、さまざまな人的な事故防止にも取り組んでおりますし、
医療情報システムの安全管理に関するガイドラインにも準拠するような形で、国の基準でしっかりとやっていくということを考えております。また我々は BCP 対応についてもですね、しっかりとやらせていただいておりまして、国内複数箇所の強化なセキュリティのデータセンターで管理をしておりますし、データバックアップセンターでも同期されておりますので、データ消失のリスクを最小限に抑えております。また今後ですね、各種内部統制の適正性、有効性を対象といたしまして、外部機関の評価である SOC 報告書の取得も目指しておりますので、より強固な形で運営をできるような形をとっていきたいと思います。実績としては様々な件数というのは0件なんですが、これ2024年目標でも0件に抑えたいというところで考えております。またプライバシーに関しましても同じでございますけれども、しっかりとプライバシーマークを取って個人情報保護に努めていきたいというふうに考えておりますので、こちらは力を入れてですね、やっていきたいというふうに考えておりますし、2021年度は実績としては0件ですけれども、2024年も同じく0件を目指したいというふうに考えております。システム中断、どうしてもですね、最近さまざまなシステムでシステム中断というところが、いろんな業界で起きておりますけれども、やはり機械である以上なかなかゼロというのは難しいというところはあると思いますが、我々としてはそれを最小限に抑えていくということを目指していきます。2020年の実績で 99.7% の稼働率というところになっておりまして、総務省の開示では 99.5% 以上がというところで、総務省の基準とかがございますけれども、それはクリアをしているというところですが、我々としてはもっと高い目標を持っていきたいと考えておりますので、2030の目標としては今よりも半減するという、停止時間を半減するということで 99.85% 以上を目指していきたいと考えております。こちらも先ほどの開示と同じになりますが、各種内部統制の適正性、有効性を対象とした、速報告書の取得を目指しておりますので、より強固にしていきたいと考えております。また多様性、というところについては、我々としても非常に力を入れていきたいと考えておりますし、さまざまな人種と性別、多様な、才能と感性が尊重し合いながら、同じベクトルで相乗効果を生み出していくのがカナミックの良さだというふうに考えておりますし、我々はイノベーションを巻き起こす企業だというふうに考えておりますので、みんなに等しくですね、活躍の場を提供してまいりたいと思っております。現在のマネージャーの女性比率が 7% ですが、2030年には 15% 倍増させたいと考えておりますし、技術職今3人に1人ぐらいが女性エンジニアなんですけれども、こちら 40% まで引き上げていきたいと考えております。またすべての従業員の女性比率に関しましては今 23% というところですが、こちらも 40% まで引き上げていって倍増近くですね、していきたいと考えておりますし、外国人のところに関しましては現状マネージャーの外国人比率が 11% なんですが、少し上げて 13% まで持っていきたいというふうに考えておりますし、海外従業員の比率というところも現在 15% のところをもっとグローバルに 25% まで伸ばしていきたいと考えております。これに伴って国内従業員の比率は 75% に下がるというところになりますが、これからどんどんグローバルを目指していきたいというふうに考えております。最後にコーポレートガバナンスコードになりますけれども、コーポレートガバナンスコードに基づく開示というところで、こちらはどんどん各原則をすべて実施をしていくというところでやっていっております。詳細につきましてはコーポレートガバナンス報告書がホームページにございますので、そちらの方でどんどん開示をしてまいりますので、進捗についてはそちらの方をですね、確認をしていっていただければと思っております。今回の開示に関しましては、体制の中にですね、 ESG 推進委員会を取締役会直属で作りましたので、そういったところが変更になっているという部分で開示をさせていただいております。また今回のコーポレートガバナンスコードの改定によりまして、取締役のスキルマトリックスというところについても開示をさせていただいておりまして、当社は医療介護、子育て、ヘルスケア分野に特化した IT 企業でございますので、超高齢社会を DX していく企業の取締役人としては、多様な経験やスキルを持つ取締役、監査役を選任して、サステナビリティな経営を推進していきたいと考えております。ですので、社外役員ですとか、性別社外役員指名委員会、報酬委員会というところについても各委員のところで書かせていただいておりますし、スキル、我々の企業における必要なスキルというところに関しましては、企業経営、経営経験ですとか、重要な事業ですとか、業界の経験がある方、IT、DX のスキルがある方、財務、会計、
法務リスク管理、あとは ESG ですね、環境社会ガバナンスというところに知見のある方というところをバランスよく揃えているというふうに考えております。またこれはですね、各自に特に期待される項目を記載しておりますので、この一覧表がですね、それぞれのすべての知見や経験を表すものではございませんけれども、特に期待するところというところをですね、記載をさせていただいているというところをご了承いただければと思います。またよく投資家の方々にもご質問いただくところについても今回開示させていただいておりますけれども、見える化しているだけではございますが、先ほどの表で見ていただければ分かりますように、取締役会の構成といたしましては、取締役会の社外役員の構成は3分の1以上が社外取締役になっておりますし、ジェンダー構成といたしましては女性取締役がおります。また指名委員会、報酬委員会に関しましても、3分の2が、社外役員という構成をとっておりますので、こういったところでガバナンスをしっかりと確保した運営というところをやっていっておりますので、ご確認をいただければと思います。はい、という形で、今回のですね、決算説明および、中継の内容についてのご説明を、差し上げました。今回2つの資料がございましたので、それぞれから抜粋するような形で、やっておりますが、細かいところはそれぞれの資料の中で、開示をしておりますが、その中の抜粋がこの資料だというふうにご理解をいただければと思います。ESG 経営をしっかりと考えながら、カナミックビジョン2030とリンクしていくような形で、社会貢献をして業績をしっかり上げていきたいと考えておりますし、この3年間非常に伸びる3年間にしていきたいというふうに考えておりますので、今後とも応援をいただければと存じます。